皆さんこんにちは。年頃でおなじみの山口百恵さん、余命宣告を受け癌頭病を送ると言われる現在、引退した長年経て今の姿、3人目の子供の正体といったさまざまな謎について紹介します。まずは山口百恵の経歴とプロフィールから紹介します。山口百恵は日本の元歌手、元女優で、現在はフリーランスのキルト作家として活動。芸能活動時の所属事務所はホリプロダクションで、レコード会社は CBS ソニーレコードに所属していた。本名は三浦百恵。現役時代にはペンネームの横須賀絵で自曲の作詞を行い、芸能界引退後には本名の三浦百恵名義で他の歌手への作詞を行っている。夫は俳優の三浦友和、長男はシンガーソングライター俳優の三浦祐太郎、次男は俳優の三浦貴弘、長男の妻は声優歌手の牧野由依。東京都渋谷区東京都立広尾病院で生まれた。横須賀市立鶴久保小学校卒業。横須賀市立入山津中学校時代にスター誕生に出場。日の出女子学園高等学校卒業。父親には別の家庭があり、子供もいた。戸籍には認知の2文字が置かれていた。百恵がこの事実を知ったのは高校へ入学してすぐだった。すでに芸能界入りしており、週刊誌が戸籍謄本を出生の秘密と題して掲載した。百恵は父について、私には父はいない、一つの肉体としてのあの人が地球上に存在していたとしても、私はあの人の存在そのものを否定すると記している。幼少時を神奈川県横浜市瀬谷区、4歳の時から中学生でデビューするまで横須賀市で過ごした。世帯数4世帯の木造アパートの2階が住居で、風呂は共同風呂であった。父が来る時は常に大きな黒いカバンを持ってやってきて滞在した。父は異常なまでに百恵を可愛がり、欲しいものは何でも買い与え、どこでも行きたい場所に連れて行った。しかし金銭を浪費し、母が何度も裏切られる場面を目にし、母が内職で生活を支えた。母は高校の入学金の工面を父に相談したが受け入れられなかったことから、子供を差別した理由で父との別離を決心した。中学校の入学直前の春には父が目の前に立ちはだかり、中学に入ったからといってボーイフレンドとかなんとか言って男と腕でも組んで歩いたりしたらぶっ殺すからなと言われる。この時の娘を娘としてでなく自分の所有する女を見る動物的かつ不潔な視線が百恵を父から隔絶した。1972年12月オーディション番組スター誕生で牧場由美の回転木馬を歌い、準優勝20社から指名を受ける。百恵はこの時発表を聞く前に、私は歌手になれることをはっきり確信していた。同番組への応募のきっかけは、同い年の森昌子がテレビで活躍しているのを見て自分も森昌子さんのようになりたいと思ったことだった。この決戦大会出場時の映像は現存していない。後に花の中3トリオを組むことになる桜田淳子も、同年に同じスター誕生で牧場由美の曲見知らぬ世界を歌って合格していた。その後ホリプロダクションと CBS ソニーレコードに所属が決まった。1973年4月14日映画年頃に出演し、5月21日に同名の曲でアイドル歌手としてもデビュー。森昌子、桜田淳子と共に花の中3トリオと呼ばれた。デビューのキャッチコピーは大きなソニー、大きな新人。1973年5月20日デビュー曲の発売される前日に雑貨屋横須賀店の屋上にあるステージで地元でのお披露目として年頃を歌う。デビュー曲の年頃はスタッフの期待以下のセールスに止まったため、第2弾の青い果実ではイメージチェンジを図り、大胆な歌詞を歌わせる路線を取った。それは1974年のひと夏の経験の大ヒットで大きく花咲くこととなった。これらは青い性路線、意味新ソングなどと呼ばれ、年派のいかない少女が性行為を連想させる際どい内容を歌う。この青い性路線で百恵は絶大な人気を獲得することになる。ひと夏の経験を歌っていた時期のインタビューでは、女の子の一番大切なものって何だと思いますかと大抵質問されたが、百恵は全て真心で通していた。歌詞の内容は際どかったが、辺見まりや夏木まり、
あるいは1970年代に復活した山本リンダなどのセクシー路線の歌手と違い、桃江は年齢が低くビジュアル面では純朴な少女のイメージだった。歌とビジュアルのギャップ、それに伴うある種の背徳感が桃江の人気を独特なものにしていったと言われる。これは桃江の芸能人としての資質によるだけではなく、所属事務所やレコード会社による周到なイメージ戦略の賜物でもあった。CBS ソニーのプロデューサー坂井雅俊は青い果実をリリースする際、作詞家の千家和也に対してより過激な表現を求めつつ、中学生にこんな歌詞を歌わせていいのかと自問したものの、ストレートに表現することも一つの生き方だと思い直した。その後、千家徳良コンビが作った楽曲は45曲に及ぶ。小西良太郎は大人たちに言わせれば、痛い気な中学生が口にするだけでもドキドキしそうな歌を歌う、けしからんもってのほかだが、小踊り寺薄ぐったい、アマチマリやアグネスちゃんらのそぞろ恋を恋する季節の歌が年相応に明るくて健康的で微笑ましかった。ところが、そんな優等生型ニコニコポーズに飽きがきたところで、見回したら桃江の青いセクシーさが急に説得力を持ってきたなどと評した。同曲が大ヒットした1974年には文芸作品の名作伊豆の踊り子に主演し、演技でも評価を得る。この映画で共演した相手役の三浦友和とはグリコプリッツの CM でこの年の夏に共演祭であった。伊豆の踊り子は一般公募で相手役を募集したが、このグリコ CM を見た伊豆の踊り子の監督西川克美が最終選考の中に三浦の書類を入れたと言われている。三浦とはその後もテレビドラマや CM でも共演して、共に絶大な人気を博し、二人はゴールデンコンビと呼ばれた。引退後もマスコミやファンから関心が高いが、一貫して芸能界と距離を取り、原則としてマスメディアに出演しない。長男出産後の記者会見に三浦と共に出席したほか、3時のあなたから取材を受け、その模様が同番組で放映されたことがある。作詞家として作品を提供したことがあり、1982年にアン・ルイスに提供したラセゾンがヒットしている。引退直後の1980年の第31回 NHK 紅白歌合戦では、人気アンケートで4位だったため番組側は出演交渉を言ったが、本人からはすでに引退しましたので辞退しますとの回答があり、出場はなかった。2000年の第51回 NHK 紅白歌合戦、2005年の第56回 NHK 紅白歌合戦でも番組側は出演交渉を言ったが出演しなかった。引退から40年を迎えた2020年5月29日、音楽サブスクリプションサービス上で600曲以上の楽曲のストリーミング配信を開始した桃江さんには、少なくとも公表されている限り実の娘の存在は確認できません。ファンの方にとっては少し残念かもしれませんね。本当はいるという可能性も考えられますが、さすがに彼女が娘を産んでいたともなると、マスメディアから隠しきることは困難でしょう。なので実際に存在しない可能性が非常に高いのではないでしょうか。しかし娘がいないわけではありません。長男の雄太郎さんが2020年に声優の牧野由依さんと結婚しており、桃江さんにとって義理の娘になっているのです。俳優の三浦友和、山口桃江さん夫妻の長男で歌手の三浦雄太郎と声優の牧野由依が12日結婚したことを双方の公式サイトで発表した。山口桃江さんがキルトの制作を趣味として始めたのは1987年頃と言われています。友人からお子さん用のベイビーキルトをプレゼントされたことがきっかけだそうです。ベイビーキルトとは、生まれたばかりの赤ちゃんをくるんだり、おむつ交換の時に敷物として使用されたり、大変重宝されます。家の中で楽しめる趣味になるとともに、家族に自分の作ったものをプレゼントできるとキルトに意欲的に取り組んだ桃江さん。日本を代表するキルト作家の鷲沢玲子さんに学び、いつしか先生として友人に教えられる腕前になったのだとか。キルトは細かい布を縫い合わせるだけではなく、配置や配色などにも気を配らなければなりません。編み物の縫い目は人の人格を表すと言われることがありますが、桃江さんの作品の縫い目はまっすぐで
全く乱れがないとのこと。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。